ウラディー・ミル・ニコラエビチ・ミーニンは、ソビエト連邦、ロシアの合唱指揮者、音楽教師、モスクワ室内合唱団の創設者であり、同団結成以来、芸術監督兼主席指揮者を務める、ソ連人民芸術家、ソビエト連邦国家賞受賞者、レニングラードに生まれる、1937年から1944年まで、レニングラード合唱学校に学び、 1944年に、モスクワ合唱学校に移る。同校を1945年に卒業後、モスクワ音楽院に入学し、ウラディスラフ・ソコロフに学ぶ。1950年に卒業した後、同校大学院に進み、アレクサンドル・スベシニコフの指導を受け、1957年に終了した。在学中の1949年から1950年、 および1954年から1957年の間、ツベシニコフが指揮者を務めるソビエト国立アカデミーロシア合唱団の指揮者として、また1951年から1954年の間はポーランドに駐屯する北方ソビエト軍集団歌と踊りのアンサンブルの芸術監督兼主席指揮者として活躍している。大学院終了後は、 1958年から1963年まで、モルダビア共和国功労合唱団、ドイナの1965年から1967年までは、レニングラードアカデミーロシア合唱団の芸術監督を務めた。教師としての活動は、1954年から開始しており、母校のモスクワ音楽院のほか、キシニョフ芸術専門学校、ノボシビルスク音楽院で、 合唱式講座を担当している。1967年より、グネーシン記念音楽教育大学で教え始め、1978年に教授に昇進、1971年から1979年の間は大学総長を務めている。総長職を務める傍ら、1972年に、グネーシン記念音楽教育大学の学生、卒業生、 教師を集め、22名からなる室内合唱団を結成し、芸術監督兼主席指揮者の座に就いた。当初、アマチュアとして発足した合唱団はすぐに国から活動を認められ、翌1973年に国立組織となり、国立モスクワ室内合唱団と名を改めた。以降、今日に至るまで民人が変わらず指揮をとっている。 1987年から1990年の間はソビエト国立アカデミーロシア合唱団の芸術監督兼主席指揮者も兼務した。1978年にロシア連邦共和国人民芸術家の称号を1982年にモスクワ室内合唱団との演奏活動を称えられ、ソビエト連邦国家賞を1988年に ソ連人民芸術家の称号を授与されている。レパートリーは、ルネサンス音楽から、ロシア民謡、現代音楽まで幅広く、ソ連ロシアの合唱を伴う、諸作品、ゲオルギー・スビリードフのカンタータ、夜の雲、バレリー・ガブリーリンの独唱、合唱、オーボエと打楽器のための合唱公共曲、カネ、ロディオン・シチェドリンの、封印された天使、ウラディー・ミル・ダシケービチの、 目視録の7つの来航、ギア・カンチェリの無意味な戦争などの書演を手掛けている。日本語では、国立モスクワ合唱団の表記もある。http://www.veslova.ru スラッシュ s スラッシュの記述による、勲章授与の記録受賞を伝える記事勲章授与の記録。ありがとうございます。